令和2年台風第14号は、2020年10月に日本に接近した台風。進路図10月4日21時に熱帯低気圧が発生し、10月5日9時に北緯22度10分、統計139度の日本の南で台風となり、アジア名ちゃん本と命名された。台風は10月7日15時に強い勢力となった。その後、 日本に接近した後南下し10月12日9時に小笠原近海で熱帯低気圧に変わった。この台風は本州にかなり接近後、まるで U ターンするように南下するという変わった進路をたどった。これはジェット気流や移動性高気圧、太平洋高気圧などによる影響とみられ、ジェット気流に乗れず高気圧と低気圧に挟まれて南下したと考えられている。 イギリスに本部がある欧州中期予報センターはこのような台風の変わった進路をスーパーコンピューターで事前に予測していた沖縄地方から本土伊豆諸島に接近した台風の影響で伊豆諸島南部で記録的な大雨となり伊豆諸島や東海地方で土砂災害が発生した台風の接近に伴い気象庁は10月10日17時から10月11日 零時にかけて、三宅村と三倉島村に大雨特別警報を発令した。降り始めからの雨量が、八丈島西見で707.5ミ、mm、リメートル、三宅島坪田で599.0ミ、mm、リメートルとなり、平年10月の1か月分の1.5倍を超える記録的大雨となった。被害は、重症者1人、軽症者2人、一部破損5棟となった。ありがとうございます。